外観玉仏寺は、中華人民共和国上海市札区にある仏教寺院。上海最大の禅宗寺院であり、西安寺、龍下寺と並び上海を代表する名刹の一つである。三門の額清の高所年間に、札山の僧であるエコンは五代にわたり、その途中ミャンマーで現地の家境の協力を得て玉を採掘し、それから大小五体の玉仏を得た。帰国の途中、 エコンは、上海に立ち寄り、うち二体の玉仏をそこに残し、またそれらを収めるための寺院を混流するべく、資金を募り、1882年に、公安に落成したのがこの玉仏全寺である。侵害革命の陛下により一度は、廃寺となったが、1918年に、臨在州の僧であるかなりによって、現在地に移転、再建されることとなり、1928年に、 落成した。太陽方殿三門から奥に向かって順に、天皇殿、太陽方殿、玉仏楼という主要な建物が中軸線上に並んで配置されている。エコンが持ち帰った二体の玉仏は、玉仏楼と伏せ仏堂にそれぞれ置かれている。玉仏寺は、現在も町のシンボルの一つとして、上海市民に親しまれており、引撃月の1日、十五日には参拝者で混雑する。 寺院内のレストランで供される精進料理も名物の一つである。毎年大晦日には色とりどりのランタンを照らしたお祭りのような雰囲気の中女屋の鐘がつかれ、上海の風物詩の一つとなっている。ありがとうございます。